ショートケーキ、ショートケーキは洋菓子のケーキの一種。ただしその形態と定義すらも国によって大きく異なる。ショートケーキ、ショートケーキは日本および西欧にそれぞれあるケーキの種類であるが日本人のイメージするスポンジとクリームが層になっていちごなどが乗せられたショートケーキは英語圏ではレイヤーケーキあるいはレイヤードケーキと呼ばれることが多い。 1588年、イギリスの料理本、イングリッシュズ・クーク・ボーク、イングリッシュ、エス・クック・ブックに記録された、ショートケーキは今世界中のショートケーキのルーツになった。もともと、イギリス式のものは、スポンジケーキだけではなく、ビスケットも、生地として使っている。そしてかける果物もイチゴに限定されていなく、リンゴ・オレンジ・レモン・ブルーベリーなど多彩ものを使っている。1602年、 イギリスの植民地としてのアメリカがショートケーキ文化を受けた後パンクッキーも生地になりフルーツ味のソーダジュースも必ずに生クリームに入れるのような形式になるイギリス式もアメリカ式も日本式のショートケーキと別物と考えるほどの大きな差があるなおショートケーキはイギリス及び英語圏の独自の文化のためほとんどのヨーロッパの国フランスイタリアドイツなどは ショートケーキは何かともわからない人が多い。ヨーロッパに広く存在しているイチゴケーキは、イチゴを使ったすべてのデザートの意味で、ムースケーキもチーズケーキも、イチゴがいれば、イチゴケーキの範囲に入れ、日本での考えとは全く違う。ショートの語源については、諸説ある。料理食材大辞典、主婦の友社、1996年によれば、 ショートケーキのショートとは元来はクッキーに用いられていたサクサクした食感を表す語であるが現在ではスポンジ生地に生クリームや果物をあしらっただけで仕上げることができることからショートタイムの意味も解釈されているとしている日本式のショートケーキはフランスあるいはアメリカ式のショートケーキを日本風にアレンジしたものであり口実のようにその原理には小さいケーキ カットケーキという意味は含まれてない丸型の大きなケーキもショートケーキであるが一般にカットケーキと混同している人も少なくない。ケーキといえばヨーロッパというイメージが強いが後日の富士仮説では日本式のショートケーキはアメリカ合衆国の庶民的な家庭菓子ショートケーキを日本風にアレンジしたものとされいる。本説ではこのアメリカ式ショートケーキを説明する。 家庭でもイギリスのようにビスケットの代わりにスライスしたパウンドケーキを用いることがあるが日本のショートケーキとは全く形状が異なる。アメリカ式のショートケーキは日本式に見られるスポンジケーキではなくビスケットと呼ばれるパンとケーキの中間のようなものを土台にしている。これは小麦粉の生地にショートニングやラードを加え重曹とベーキングパウダーで膨らませた。 外側はサクサクとして、内側はふっくらとした食感のあるパン、ケーキであり、英国のプレーンのスコーンとよく似ているが、スコーンと比べて軽くあっさりしているのが特徴である。甘めに味付けしたビスケットを横半分に割って刻んで砂糖を振ったイチゴを挟み、その上にさらにイチゴやホイップクリームをトッピングすることが多い。19世紀半ばには、クッキーとパイ生地の中間のようなペイストリーを、 土台としていた。なお、アメリカでも、大都市や宣伝された街のケーキ屋に限っては、スポンジケーキ、ホイップクリームいちごのケーキのことを、ストロベリーショートケーキということがある。その由来には2説あり、アメリカでも誰かが、ビスケットの代わりにスポンジケーキを使ったところ好評で、これが定着したとするもの、日本式のショートケーキが逆輸入されてこれが、外国文化の影を受けやすい。 都市部に広まったとするもので、この両方とする説もある。フランスでは、ショートケーキという言い方が存在しないが、いちごケーキの呼び方がある。日本の洋菓子屋さんは、本格フランス菓子と標榜する、ショートケーキ。実は、フランス風のスポンジケーキを、クレジエ、フランス語で、いちごのいよいよ作り方をいちごを焼き込んで、出しているところが多い。 フランスのイチゴケーキの中には主にイチゴを挟み、ピンク色に染めて、薄く伸ばしたマジュパンで表面を覆うのが一般的である。イチゴとバニラを使ったムース状のショートケーキをフレーズバニーと呼ぶ。日本式のショートケーキはスポンジケーキを土台にして、ホイップクリームをつなぎと外装に、そしてイチゴを味付けに使ったものをストロベリーショートケーキといい。 一般にはこれを単にショートケーキとも言う。イチゴ以外の食材を使ったものは通常その食材の名を関してバナナショートケーキ、ピーチショートケーキなどという。日本ではこの種のケーキが最もポピュラーでケーキ屋やカフェでは外せない一品になっている。このスポンジケーキ、ホイップクリームイチゴのケーキを大正時代に日本に紹介して広めたは藤方が 発案者が誰なのかは伝わっていない。有力な説は、フランス菓子をアレンジした、門倉国旗、コロンバン創業者、またはその周辺説、アメリカのケーキをアレンジした、富士仮説など、諸説あり、またそれぞれに交流があったともされる。このようなアレンジが行われた背景には、フランス式やアメリカ式のショートケーキが、日本人の持つ、 洋菓子イコール高級という感覚に合致するものでは、中田、日本人は柔らかいものを好む、などの理由があると言われ、誰ともなしに、ただし藤川によれば、藤川が最初にスポンジケーキをビスケットの代わりに使うようになったのだという。この日本式ショートケーキの発案にまつわる事情は、吉田菊次郎、プールミッシュ創業者の西洋菓子奉公始末、朝文社、2006年に、 客観的記述がある。なお、藤川がショートケーキを販売したのは1922年からとされており、発案者が誰であれ、発案の時期はこれに近い年代となるが、日本にショートケーキが広まるのはそれから30年以上後、冷蔵設備が一般家庭に普及する1955年以降となる。近年、日本の菓子業界の一部において、 毎月22日をショートケーキの日として宣伝していることがある。2007年に仙台の洋菓支店カウベルが発案したものが広まったというのが通説で一般的な7日を一列に配置している。カレンダーにおいては22日の真上に15日が位置しており、日本において一般的なショートケーキのイメージである15イコール15の語呂合わせが上に乗っているとの連想からであるという。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。